はい、どうもエナジー福田です。今回は寒波突入プラス大潮、そして激風激風、はい、その予報でやってきました。これはもしかしたらでかいのが釣れるんじゃないかなと。今までちょっとまだ小さいのが泳いでて、なかなかねでかいのに巡り合えなかったんですけど、今日こそは釣れるんじゃないかなと思い、まあ、ビッグベイト用タックル持ってきて、スライドスイマー250メインで釣りしていこうかなと思います。はい。で、釣り場に着いたんですけど、風はそこまでまだ強くなく、で、このワークマンのね、上着と防寒手袋してたんですけど、暑くて脱いじゃうほど、はい、そんな感じです。そして、朝一からやろうかなと思ってたんですけど、まあ、寒波突入で朝一ってあんま美味しくないと思うんで、11時前ぐらいからスタートしたいと思うんで、そんなね、釣り時間はないんですけど、まあまあ風吹くっていうこともあって、風裏をポンポンと巡っていきたいと思います。はい、今日主役の250。まず使う前に沈めてシェルに、シェルの隙間に水を入れます。これちゃんと入れておかないとあんまうまいこと泳いでくれないんで、はい、しっかり入れます。ではでは、アクションどっちにしようかな。リーディングジャークでリアクション狙いでいこうかな。まあ、いつもなんですけどね、基本リーディングジャークで、はい、そんな感じでいきます。はい、川の流れと反対向きの風なんで、あんまいい風じゃないですね。ちょっと早めに風向き変わってほしいです。この逆のまま強風になったら本当良くない風です。はい、コバスゾーンですが、今日コバスの反応見るもの持ってきてないんで、まあ、これに食ってくればコバスが元気なくなってでかいやつが餌食いに来てるんかなっていうのが分かるんですけど、釣れるんでしょうか、わかりません。危ない。ここちょっと風よける感じになってるんで、いないかな。せめてチェイスだけでも。はい、なし。まあまあこんなもんですよね、ビッグベイト。てかそもそもケタバスここいる？見たことない。ケタバス、ハスか、ハスか、え、ハスじゃないか、ケタバスっていうやついるんかな。でもまあこのサイズの食ってるでかいやつはいそうやからいっか。そもそも釣ったことないかも。琵琶湖全体でケタバス見、あ、一回ある。北港行った時にこれにケタバスがついてきたはず。あれぐらいか。はい、ブルーフラット 4.8 の、ビフテキ 10g ですね。ちょっとでかいけど、これでボトムズルズルやります。 MH ちょっと柔らかすぎた。ちょっとこの辺だけウィード生えてるんで、ちょっとそこだけゆっくり狙おうかなと。ズルズルすればでかいのが反応しないかなと。予定では降らんはずなのに雨が降ってきました。やばい、これはやばい、寒くてやばいかも。やばい、1時間後に雨結構降りそう。ということはちょっと世田谷の方危ないんで南湖の方に上がります。はい、ちょっと温度計持ってきてたの忘れてたんで測ってみます。 11.8 度。ちょっと他の地域も調べつつ温度高いところ探していきたいと思います。はい、スピナーベイトちょっと試してみようかなと思います。ワークマンの新しい服結構水弾いてる。防水じゃないけど多分撥水ぐらいはあるはず。助かった。ここでもやってみましょうか。250ちょっと引き代がないんでスピナーベイトでやっていきます。いつも釣り人ここ1人2人ぐらいは最低でもいるんですけど誰もいないです。寒さのせいか。はい、ちょっと広範囲探りたかったんでバイブレーション早巻きでやっていこうかなと思います。
と潜りすぎてるんかな、これ。もうちょっとウィードの上だけを通したい。あんまね、ぐさぐさいってると釣りにならない。はい、ウィード引っかかりすぎるんで、ダウズ微動でちょっと浅め行きます。風がめっちゃ強くなってきた。はい、ダウズ微動、ちょっとまっすぐ泳がなかったんで左側にね泳いでいっちゃったんで、そういう時は iTune やっていきます。左に泳ぐ時は右に倒す、右に泳ぐ時には左に倒す。で、今回左に曲がったんで、アイをペンチでちょっと右に寄せてあげます。はい、キュッと、もうほんの微調整程度ですね。これで泳がしてまっすぐなれば OK です。 iTune 完了です。鳥が全部丸まってる。あ、逃げていった危ないと思ったのか。で、1匹だけウガいるんすよね。でっかいやつ。ちょいちょい潜って餌はいつもね、ウガ潜って上がってくるまで見るんすよね、餌食ったのかどうか。で、小さいやつやったら潜ってそのままパクっていっちゃってるんですけど、でかいやつやったら口でもぐもぐしながら水中でやるんですけど、今回は食ってないっすね。いつものプリンスホテル前やってきました。人はいません。風はまあまあ吹いてるんですけど、まあこの程度やったらいけるかなっていう感じですね。チャンスかも。びっくりした。寝かかったと思った。寝かかったけど回収できたからよかった。250の動かし方、ユゴさんに教えてもらったのなんとなく思い出してきた結構時間かかったけど、このシャローに餌食いにバスが上がってきてないかなと思ったんで、ちょっとやってみたいと思います。ルアーはダウズビドミノーですね。はい、これの早巻きでささっと探っていきたいと思います。カワウじゃないや、カンムリカイツブリ、あれがね結構いたんで、まあベイトはいるんだろうなっていう感じがしてます。元気なバスはいるんでしょうか。はい、風がかなりはい、ようやく風が強くなってきて、ちょっと釣りができなくなったんで、これで帰りたいと思います。また明日リベンジしたいと思います。ということで今日の動画は以上です。よかったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。